こんにちは、楽ちん岡ちゃんです。前回クレマチスの大変な植え替えを見てもらったと思うんですが、2年以上放置するとクレマチスこんなに大きくなってしまうんですね。この根をほぐすのも大変で、約1時間以上の作業となってしまいました。もし見てない方がいらっしゃいましたら、岡ちゃんの死闘を見ていただけると嬉しいんですが、それを動画にしたのでこれもまた長くなってしまって、そこから続きの作業を今回の動画に分けさせていただきましたので、よかったら他のクレマチスの植え替えも見ていただけると嬉しいです。それでは続きの動画行ってみよう。これですね。これがジャックマニー系のビルドリオンです。これです。これも新旧両枝咲きで、これも2年近く2年超えではないかもしれないけど、2年近くこのままなので、ちょっとこれも取ってみようかな。あー、これも完全に下に根が張ってます。いや、完全にこれはすごいぞ。こんなに切っちゃった。よいしょ。これもこんなになる前にやるべきでしたね。よいしょ。開けてみます。すごいね、切っちゃった。すごい。これも 3.5 号ポットで買ってたので、あまりも小さくてちょっとほっといちゃったんですよね。もう新芽は出てる。早くしてあげなきゃ。これもちょっとリキダス入りのお水につけとこう。ここに梅の木、これが木工花の白をここに置いてしまったので、もうここもすごいんですよね。どうしようかな。やっぱりここに地植えしてみようか。小さいうちならいけるかもしれない。こっち側の方がまだスポットがあるから行っちゃおう。まずは肥料。ここは株元は本当に日が当たらないんだけど、それでも咲いてたので行ってみようか。
そんな感じです。びっくりした。猫ちゃん、こんにちは。おじさんじゃない猫ちゃんが遊びに来てくれました。こんにちは。虎柄の猫ちゃん。こんにちは。こんにちは。今日は暖かくていいね。また遊びにおいでね。そこからどうするの？降りるの怖いね。大丈夫？降りるの怖いね。そこに降りたいのかな。じゃあちょっと待って。ちょっと待って。なんとか誘引できました。これでジャックマニー系の新給料映画描きの地植えは完成しました。はい。じゃあ、クレマチス。これはですね、新旧両枝咲きのダンシングクイーン。これです。春も秋も咲くっていうことなので、割と 春と秋と日が当たるところに植えたいんだけど、どうしようかな。いつ買った？去年、23年の2月、1年ですね。1年経ってます。もう、早咲きなので、この子、芽が出てます。もうちょっと早くにやるべきだったかなと思ってるけど、まだ、下から芽が出てるとか、そういう様子は、ないんだよね。今回、ここまで、芽を埋めてみようかな。とりあえず、一回出してみましょう。やっぱこの辺、空洞になってますよね。これ、さっきボストークを外したこの長鉢、これに植えたいと思います。ちょっと、さっきみたいにぐるぐる巻きになって中に鉢底石を絡ましちゃうと困るので、鉢底石を使わないタイプでいこうかな。まずは穴がずれるといやん。これで鉢底ネットが入れません。鉢底石じゃなくて赤玉の大玉、それをなら根が絡みついてしまっても無理やり取る必要がないので、
きます。上の方ちょっとなじませ、バラの肥料だけど有機の肥料なので、ここへ土きれいに少し入れとこう。よし、はい、ダンシングクイーンの植え替え、鉢上げ完成です。クリスマスローズを一つ買いました。カラーリーフのステルニービバ。ちょっとギザギザで斑が入ってますよね。これを植え替えたいと思います。植え替えの途中ですが、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これでやっとクレマチスの植え替えがすべて終了いたしました。クレマチス、2年ほっとくと大変なことになっちゃいますのでね。3.5 号ぐらいのポットで買ってきたクレマチスは、まあ2年でもなんとかなったんですが、やっぱ2年苗とかを買ってきたクレマチスは、本当に大変なことになっちゃいますので、皆さん毎年植え替えをするようにしてください。地植えにする方はできれば1年ぐらい様子を見て次の年に地植えにしちゃった方が安心だと思います。で、3年以上鉢植えで育てたクレマチスは一体どこまで大きくなってしまうのか、お母ちゃんちょっと不安になってきましたが、皆さんずっと見守ってくれると助かります。それじゃあ次の動画でまた会いましょう。あ、そうそう、花友フェスタの動画もよかったら見てね。それじゃあおしまいです。来年花が咲くといいな。